うも、赤崎です。岩本です。瀬尾です。お願いします。お願いします。さあ、今回家系ということで、はい、横浜家系ラーメン、ラーメン2代目武道館行きました。武道館ね、はい、初の都内の家系ですね。あ、そっかそっか、はい、初だ。はい、JR 中野駅から徒歩3分、はい、近場ですね、こちらね、非常に賑わっておりましたね。近場、もともと早稲田にある名店武道家の2店舗目ですね。ああ、なるほどね。はい、まあ、早稲田の武道家は僕結構行ったことあります。あ、そうなんですか。もともとは結構赤星のゆかりのある店というか、もう早稲田の方ですけどね。そうですね。初店行きましょう、はい。まあ、かなりね、豊富なんですけど、今回はですね、私はですね、特製ラーメン、まあ、こちらが推してるんですけども、はいはい、海苔8枚、チャーシュー2枚、おい、まあ、大盛りだとチャーシュー3枚もつきますね。やば。で、半熟卵、いろいろ入ってるのを、はい、選んでらっしゃる。で、半九条ネギです。あ、これで、これ半です、これ半九条ネギ。はい、九条ネギ入れたらどうなるの。そうですね、元の九条ネギ自体を入れれば。なるほどね。はい、で、ご飯が50円なんですけど、はい、こちらのおかわり自由ということで。うわ、武道家の一応特徴ですね。はい、やりたい放題。でもスープからいきます、はいはい。特徴としてですね、粉々しいというか、あ、まあ、ざらつきがあるんですけど、あ、これ非常に癖になるスープですね。あ、なんかね、うん、食べ応えのあるスープ。あ、そうなんですよ。あんま、スープで噛み応えってあんま言わないですけどね。けどね、まあ、食べていただいたら非常にわかるということで、はい、で、非常にツルツルとした、はいはい、まあ、コシのある、まあ、オーソドックスな麺ですね。家系としましては。なるほど。非常にすすりやすいところ。またその、粉々しいスープと合いますね。合うね、うん。チャーシューが非常に噛み応えのある。あ、うん、そうですか。まあ、なんですけど、なんですかね、柔らかさもある、まあ。柔らかさもあるというかね。柔らかさもある。うん、そうですね。あ、なるほどね。あ、で、煮卵見てください、これ。うわ、黄身がもう、落とした。落としましたけどね。まあ、スープと非常に合うんですよ、これは。あ、なんかちょっと器みたいにして食べる。うん、美味しそうですね。美味しそうに食べますね、赤崎。いや、なんかわかんないですけど、本当にジュルジュルです。いやいや、そんなことはない。そんなことはないですよ。そんなことないですか。非常に美味しくいただきました。はい、ネギもね。あ、ネギもいきました。で、海苔がね、これ8枚入ってるんで、海苔だけは楽しみ。使いたい放題なんですよ。まず1回スープといきましてね。なるほどね。ライスいきましたけど、まあ、チャーシューも2枚入ってますから、はい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 、はい、まずチャーシューも巻いていきますよ。まあ、まあ、そうですね。海苔がね、これね、僕の情報なんですけど、炊飯器がもうすぐに空になるぐらいライス出るらしいですよ。まあ、皆さんやっぱマストで頼みますからね。おかわり自由ですから。あ、でもこれありますからね、かっぱ漬け。うん、でこれが非常にご飯に合うんですよ。まあ、これがあるからこそ入るみたいな。あ、結構僕メインかもしれないですね。メインだよ。ラーメンサブみたいな。マストで、ああ、もう食べちゃったけど。いや、 やっぱこのスープ、粉々しいスープの後にちょっとさっぱりしたカッパが。ああ、やっぱ口直し的なね。そうなんですよ。順で的にかなりいい感じになってますよ。83.4 ということで。どうか。え、全然違います。違いましたか。馬刺しだったの、本当に。馬刺し。てか、武道館って、早稲田店だと入るとさ、スーって言うんだけど、やっぱ活気の良さは。中野も同じ。そうですね、やっぱり。あ、もういらっしゃいま、まで省いて、うん、スーって言うから、活気のある活気あるよね、店内のお客さんと撮ったチェキ画とかもね。あ、そっか、うん、写真が貼ってあったりとか、やっぱアトームな雰囲気が特徴的ですかね。うん、それなんか学生にも嬉しい。うん、やっぱ愛される理由なのかなと思っております。初都内でしたけどね、美味しくいただきました。あ、ごちそうさまでした。経験好き。うん、you